本日の司会進行を務めさせていただきます。普段バッテリー東部名古屋で場内アナウンサーを申し上げます中日ドラゴンズ場内アナウンサーの山口優香です。本日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。この後ドアナさんにご登場いただきます。ドアナさん、早速お越しいただきました。拍手でお迎えください。ドアナさんです。さあドアナさん、一時の会もたくさんゲットされた方ばかりですので、はい、ありがとうございます。その皆さんにドアナさんからご挨拶お願いいたします。ゴールデンウィークしっかり買い物してくださいとこのことです。皆さんお買い物してますか？お買い物楽しんでますか？はいありがとうございます。イオンモール名古屋ドーム前専門店会が4月26日にリニューアルオープンしたということで、新しいお店も続々オープンしております。さあ、ゴアラさん、一部の範囲でもこちらご覧いただきましたけれども、こちらの新しくオープンしたお店、移転してオープンしたお店たくさんあります。どこか気になるお店ありますか？先ほどの会ではですね、ゴアラさん今年30周年ということで、記念にね、皆さんに時計や車をおねだりしたところでしたけれども、まだね、私たちのところには届かないですね、時計も車もさあ、ドアラさん、気になるお店はありますかね？あ、カルメナーラ、パスタ、ピッツァ。ドアラさん、ピザがお好きですか？パスタ、ピザがお好き。リニューアルオープンということで、ドアラさん、そういえば試合前とかは何を食べてから試合に挑むんですか？皆さんもね、イオンモール名古屋ドーム前でね、試合前、試合後、お食事お楽しみいただいていると思いますけれども、ドアラさん、みんなの洋服、そうね、バッテリードーム名古屋といえば洋服さんのね、お弁当たくさんありますけれども、みんなの洋服を食べて試合に挑んでいるということで、でもパスタね、ピッツァが大好きさあ、皆さんね、試合前試合後ね、パスタ、ピッツァ、イオンモール名古屋ドーム前でね、ぜひお召し上がりください。他にもどんなお店ができてるのでしょうか？なんかラーメン屋さんもいっぱいありますね。新しくできたりリニューアルしたり。あ、さすが品揃えメジャー級、世界中の野球ブランドが集まるお店、ベースボールフィールド。こちら行かれたことある方いらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃる。ここね、あの野球のグッズだけじゃなくてバッティングなども体験できるそうなんですよ。3階なので、皆さんから見たら左手の、ね、3階、ちょっとここから見えないんですけれども、3階にね、新しくオープンしました。ここでバッティングとか体験された方いらっしゃいますか？あ、ショーユニフォームのお兄さん、体験さん、いかがでしたか？楽しかったですか？ドアラさんもまた行ってみたいですね、ここバッティング体験。ドアラさんがバッティングしてるところ見たいですよね。今から行きますか？じゃあ撮影会は中止とさせていただきまして、行きますか？皆さんよろしいですかダメダメダメだそうですよ。もちろん皆さん朝早くからね、ドアラさんと写真撮影したくて並んでいただきましたから、ね、まだまだたくさんね、リニューアルのお店やね、新しいお店もできておりますけれども、またこの後ね、3時からのイベントもございますので、そちらでもまたご紹介していきたいと思います。今日はですね、隣のサウスポートでこのドアラさんのね、ミサンガが作れるワークショップも開催しておりますので、ちょっとね、違う球団のカラーも混じってますけれども、あの、いろんなお色を選べるということで、ドアラさんの可愛いね、こちらは必ず作りたいです。結構皆さんつけていらっしゃるんですよね、もう。あ、作っていただいている方ばかりですね。この後隣のね、サウスポートで、あの、定員に達し次第終了となりますので、皆様お早めにご参加ください。無理やりつけてますね。そんなことないですよ。皆さん、ドアラさんとね、一緒に撮影するためにも作ってつけてきてますから。あ、そう、これでちょっとドアラさん取れちゃって、こっちがついてるんですけど。皆さん、ちゃんとあの、一つのミサンガにつき、一つドアラさんついてますので。ね、この後はサウスポートで、ぜひね、まだ作られてない方は、
はい、ぜひワークショップにもお立ち寄りください。ということで川原さん、早速ですがね、皆さんお待ちかねですので、早速撮影会を始めていきたいと思います。参加整理券、午後1時からの参加整理券をお持ちの方ご参加いただけます。カメラは1組1台となりますので、撮影